コールドウィンドファームランシットアパトワーにて、本日はフレディ君でやっていきます。昨日上げた動画でですね、ちょっと最近のこの厳しくなった、かなり厳しくなった査定の環境だと、ハグでいくら全滅させても結構ハグ的立ち回りをクラス写真をつけてきているので、ちょっとねいっぱい寝かせていきましょう。そのハグ的立ち回りだとなかなかポイントがもらえないということでですね、意外とですね、ちょっといろいろ僕の使える、ちょっとは使えるキラーを試してたところ、このフレディ君意外とポイントもらえるんじゃないかということに気づきましてですね、ちょっとこの人にしよっかな。最初はあスパバやろな、この動きはな。お、待ってデビキンが、あ、うせやしな。ちょっとデビキンの方痛い。ちょっとデビキンいいんじゃない、これデビキン今のでびっくりして板を倒してしまうのはいいんじゃないか、最初に狙う人としては。どうやろう、分からんけど、ほら今のはちょっとびっくりした、魔が差しただけかもしれんけど、はい。というわけでですね、ちょっと見てくださいよっていう感じでフレディ君でね、最近ねちょっとなんやろ、ランク上げをしてるんですよ。でまあ一応ね、審査点になった時点で紫ランク7ぐらいやったのがちょいちょいと溜まってきて、よっ今5のお米2個かお米3個か4個みたいな状態なんですよね。なので赤鬼昇格戦って感じなんですけれども、ちょっと何回かフレディ君使ってみてここまで来た感じなんで、これで勝てればいいな。お、いいね、ここで読み合ってくれる、歩み合わない。あ、よかった、よかったじゃないわ、そう、残念あそこの弱い板でガンガンやってくれたらね、すげえ助かったんやけど。あー、なるほど、いや割とちゃんとしてるなデイビッドキング。でもちょっと、どうしようかな。いや待ってくれ、待ってくれ、キュッ、あー、ちゃんと見てるね。ほい、ケルフリー、お、なに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 、よし一発切った、よし。で、カツボも切れたので、次はちょっと普通にちゃんと壊していくか。窓、お、待って、こういうところね、しっかり寝かして、んで、こっちも寝かして、ちゃんと遅延を入れながらやらないとね、すぐに全部ついちゃうから。よっ、よし、オッケーオッケー。一瞬右に振ってから、左に来たところを越えたので、距離は、まあまあ、でもあんま変わらなかったな。よし。さあ、ここで仕留めたい。二窓、LT。なあ、そっち行くか。オッケー。よし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 。ちょっと時間かかったけど、まあまあでも結構板倒させたし、最初のチェイスちょっと時間かかっちゃいましたが、まあまあいいんじゃないでしょうか。さて、ちょデビットが倒した板割りツアー行きたいな。真ん中ら辺で板割ったのと、ただ小屋の向こうのど真ん中の固有の向こうの弱い板ちょっと残しておきましょう。これ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 があって、はい、あ、そうで、今日パーク構成はですね、まあルイン武将とイタチ、この2つで遅延させつつ、バベチリでしっかりサバイバーを見て寝かしていく、はい。そしてバージョン 2.6 でパワーアップしたファイヤーアップをつけてきてます。ほんまはね、いつもまやかしここにつけてるんですけれども、今日はファイヤーアップをねつけてきました。これが発電機が鳴るたびにフレディ君がちょっとずつ強化されていくよという幅が 2.6 のバージョンアップで強くなっております。よし、ここはもう痛ないぞ。よしよし、見んよ、よっしゃ、ここの LT でなんとかするか。ん？ OK、 いった、よし、よし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 、ね、板をそこそこ消化しつつあるので、だんだんチェイスが厳しくなっていくよ。しっかりとね遅延効かせながらやっていきたいところ。ここの板置いとこう、よいしょ。さあ2人目っていうか2釣り目、うんーで、そこを直さな、あ、直っちゃうか、クソ、イタチで蹴りたかった。うんー、デビキン追うか。ちょっとね数減らしたいねんな。あ、解放か、クッソ、いいパークを持っていやがる。ちょっと先回り、え、何それ、何それどうしたデビキン、助かるけど、まあいいわ、これイタチ蹴っちゃって、でこの一つってまたイタチ発動ということで、はい、いいですね。よっしゃ、でこれでどこ蹴るかやな、ちょっと見えたとこ蹴りたい。向こうにいる、あそこ直してる、あそこ蹴りたいかな。でも右の人も気になるな、ちょっと
まあ両方眠らすか。いや、こっち行こう。うん、いいね。これ蹴りたい。蹴りたいので、よし、寝かして、イタチ蹴って、オッケー。遅延さして、うんうん、上行ってる。なるほど。うん、眠らして、この身行くか。負傷してるしね。うん、先回りして、ここにいるんですね。あ、そうそう、アドオンは、よいしょ。前回やった隠密フレディということでですね、クラス写真にはナンシーの最高傑作か青いドレスが定番かと思うんですけれども、今回はですね、ちょっと前回この隠密フレディが気に入ったので、この、ドリームワールドに引き込んでる最中フレディの姿が見えないというね、ベリーレアなアドオンとクラス写真というね、まああんまり見ないかもしれない構成でちょっと今回は来てみております。はい、お、作ったか。戻るか。向こうの発電機蹴りにも行きたかったんけど、これはちょっと戻った方がいいな。これ起こしてるモーションですね、これは。はいはいはい、救われた方が起こしてる。 OK、 あのミンやっちゃいたいので、あのミン行きます。よし、オッケー、よし。さて、でもこれちょっと先回りできひん距離やな。あー、そっか、この時壊してなかった。あー、先通った時壊しとけばよかった。ちょっと急いでるとね、壊し忘れんねよな。あ、こういったとこや。でもオッケー、よし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 、発電機がまた1個直り、フレディが少し強化される。はい、ポイントが3つ溜まってるので、今 12% かな。窓越えとか板壊しが早くなってるはずよ。オッケー、よし。さあ、こっから、こっからちょっとこれ壊しておかんとね。はい、でんでん、まあちょっと早なってるかな。んで、ちょっとイタチ蹴りたいねんな。そう、ちょっとサバイバー追うのもいいんやけど、これかな。あ、でこれってイタチ蹴ったやつか。あ、蹴ったやつや。残念。ああ、イタチが使えない。くっ、そうやったらあっちでバタバタしてたサバイバー追えばよかった。まあこの人追うか。いやー、でも寝かしたいな。発電機の方が気になる。そこはちょっと回ってて、こっちは結構ちょっと回ってる。よっしゃ、残り発電機まだ全部そんなに回ってないね。よしよしよし、まだまだ全然いける。うん、ちょっと離れてんのがたまに傷ですが、こういう挟んで2人やもんね。今あっちの遠くにもおったかな。なんかちょっとゴミなんか人なんか分かれへんねんな、このドリームワールド。影すぎて。よう分かれへんねんな。お、これはやってるやろ。うん、よっしゃ、寝かすぞ。一人寝かしたら、あとは一網打尽で全員寝かして。どこ行った。いやいや、君じゃないね。でもあの子起きようとしてないな。あ、じゃあ今起きようとしてたんか。どうしよう。なるほど、ちょっと追うか。よいしょ。あー、まやかし欲しい。やっぱまやかしの方がいい。ファイヤーアップね、窓越え早くなってるけど、あの意味は、あー、めんどくせえ。いや、これもうちょっとやめよう。やめよう。お、おまわり出してる。オッケー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 。二人でやってる。やめて。あー、乗っちゃうかー。きつい。あー、残り三つ、残り一つ。どうしよう。あ、マジ？ちょっと待って。レビキンを一発切って、んで、本来、もうこのまんま、デビキンをガチンコで狙い続けたい。なるほど。いや、けれども、それだとね、ちょっとね、ピップがもらいにくいので、お米がね。ちょっと、まんべんなく、3人になったらね、まあ、あんま余裕もないんやけれどもね。あれ、どこ行った？ちょっと見にくいわ。フレディやってると結構見失うんよな。よし。あー、これ届かんよな。ふっ、おー、ナイス。次は倒してくるやろ。ほい、ですよな。蹴って、よし、ファイヤーアップで結構速くなってる。遠くに4つなので、うん、これ板壊しつけてる波に速なってんじゃないかな。よっ、 OK、 これ届く。で、はないか。うんうん、 OK、 で、はないかじゃないわ、普通にまだ健康体やった。で、張ったとしてもこっからやな。
あ、向こうか。さて、その板。おい。お。お。イエーイ。その板でこれそれやった時点で終了です。激弱板やからな。あ、違う、そんな暇ないね俺。そんな暇ないんだ。ちょっと待ってくれ。何をないとだと小尺な。めっちゃイライラしてたね今。カチャカチャカチャ。地下釣るかこのまま。あ、あ、めんどくせ。あ、これはちょっとやられたな。これ多分届かんよな。にゃんねー。くそー。ライトは失敗したけど、ボディーブロックで成功させてくるとはね。旋回。はい。おい、あれ？マジ？うまい。ちょっと待って、今のはどう旋回したんや。うん、やりますね。よし、ちょっとこれ、これね、届かんから絶対旋回してくる。ほい、ほい、はい、はい、二度は通じん、さすがに。よし。いやけど、この人あんま回してないな。うん、なんかライトカチカチはいいけど、残り1個つけちゃうのが先決な気はするんやけど、あの人放置でもよかったかもしれない。ちょっとさあ、こっち回ってるか。回ってない。あ、マジ。あれ、サバイバーは何してんだ。あれか、その起こすのに、体を起こしたり直したりするのに必死かな。あ、まあ確かにフレディに負傷状態でいるっていうのはかなり危険やからね。うん、しかも特に今回錠剤の瓶で僕隠密フレディなんで、一撃目は食らいやすいので、体を直したいところでなんかチェスト漁ったりしてたんか、もしくは仲間を探してたか。よし、寝かして起きてるね。うん、まずはね、ちょっとね、さっさと殴りに行きたいところやけれども、しっかり全員寝かして遅延を効かした上で行動した方がいいと思う。うん、いいねー。よし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 、全員寝かしての一釣りいいですよ。この一釣り、魂の一釣り。うい、何しゃがんでんの。ああ、はい、よいしょ。ああ、はい、そのライトは助かるな。全然意味ないとは思うねんけど。よし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 。いや、でもライトマンが回してないおかげっていうのはでかいな。これ残り1個は直らへん。うい、抜かす。次ライトマン行くか。せんな。うい、うい、まあいいか。このライトマンをほっとくという手もあんねよな、普通に。おお、やべ、デビキンはちゃんと回す。危なかった、今のつらんでよかった。よしよしよし、ちょっと蹴っとこう。よしよしよし、見に来る判断でよかった。うん、危ね危ね、治っちゃうところやった。よし、デビキンは、筋肉マンはそこで、よいしょ。あ、間に合うな、さすがに。うん、ちゃんとまっすぐ行く。なるほど、ここでバタバタしてくれない。そしてあの窓は越えていくよな。うん、デビキンちゃんとしてたわ。最初いいのではとか言ってしまって申し訳ない。あ、そうやんな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 、ちょっと待って、ここはね、ほんま、ちょっとね、一人に固執したらあかんね、フレディは。ちゃんと全員を寝かしながら遅延させながら戦う、これが肝要。うい、あ、あ、ちょすごいな、マジで。結構これが致命傷にはなってる。よし、これ絶対外さんように。 OK、 しっかり狙ってね。うん、んで、結構疲れるな、フレディね。1試合がね、ちょっとな、他のキラーより長めになるんで疲れるんですよね。うい、窓越え、越えない。え、え、戻る、マジ、何じゃそれ。これいけるやろ。うい、よっしゃ、ラッキーラッキー。よし、この人釣って、うい、まだライトしてる、助かる。助かる。すまん、すまんが、助かる。それは回していない、助かる。で、デビキンが回してるのが怖いので、ちょっと向こうの、そう、あっち行こう、あっち行こう、あそこ。あ、でもそんな回れて、回せてないね。オッケー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 。ちょっと回した分は、うい、よし、全部交代と。オッケー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 。で、これ何してんや。あ、起きてんか。オッケーオッケー。ライトマンはまだあそこでなんかセルフケアかなんかしてるのか、体を起こしてる状態なんでいいとして、してんじゃん。
体寝かして、デビキン行くか。よし、まだ体直せる。ライトマン、オッケーオッケー、はい、オッケー。デッドハードはもうない、この辺なんもない。こんだけ長い試合で板壊しながら進めてきたからね、もうなんもないぜ。グッバイ。よっしゃ、あと2人。よし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 。いやー、なんとかなんとかまとまりそうやな。発電意識がね、全員高いと、もう終わってた試合やけど、なんとか今回はちょっと助かった感もある。よし、でちょっとね、これは怪我してない方を追いましょう。あ、じゃあこっちが、ん、あれ、あ、こっちが怪我してる方か。あ、じゃあこっちライトもやるんだ。あ、どうしようかな。てか、こことちょっと這いずらしてしまって、OK。よし。んで、這いずらしてしまって、よし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 。うい。OK。で、ライトマンも、這いずって、終わりだ。よっしゃ、いけるぞ、いけるぞ。あとはもう愚直にを。別にもうね、見逃さないことの方が大事。ここは。別にもうね、その、うまく追わなくていい。愚直にを見逃さないことだけを目標に。見逃した。ちょっと待って待って、どこ行った今の。おー、OK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 。 はい、旋回。はい、あー、もう上手やな、あなた。やるな、ちょこまか動くの。なるほど、オッケー。最後なんやそれ、最後よくわからん。いや、まあ挑戦回されるとね、特に着路見にくいからな、それもあるやろな。なんかやたら旋回にはまってしまった。よっしゃー、ありがとうライトマン、君が回さなかったおかげで勝てたと正直思う。発電機は回すんやで。電気使わずに発電するんやでな。よっしゃ、助かった。よっしゃ、これはお米1個はもらえるんじゃないでしょうか。結構ね、そう、フレディって絶対にその無理球多少効くんで、今のサバイバーのピップお米の環境からしてもね、ガンガン救助くるんですよ。それをどんどん寝かしてやっていくと、結構釣り回数が嫌でも増えるキラーなので。よし、冷酷無慈悲もワンチャンあるかなとかちょっと思ってたけど、まあ発電機治りすぎたかな。あれあれ、レコじゃないよ、無慈悲やん。あれ、どういうことどういうこと。あれでも、あ、何、赤にランク上がった時は、あれ、お米残り、1個で上がるような状態だったと思ってんけどな。まあいっか。よっしゃ、今回の厳しい査定でもなんとかキラー赤隊に登ってくることができましたので、これはまあ赤鬼と自称しても、いいんじゃないでしょうか。はい、というわけで、こんな感じの試合でございました。よろしければチャンネル登録、高評価などしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。